ファイティアチャンネルのママでーす。楽天のお買い物マラソンでちょっと買ってみたものがあって、それを紹介したいと思います。まあホールディングコットやねんけど、ずっとうちコット1台しかなくて、ちょっともう1台欲しいな思って探しとってんけど。あ、夫婦キャンプに向けて。そうそうそう、あの結構もう子供が嫌がってきてるから、ちょっと夫婦キャンプする時のためにコット探しとってんけど、はい、一番安いやつ買ってみました。一番高いやつじゃなくて一番安いやつ買ってみた。とりあえずあのなんか楽天で1位で安くて珍しいな。そう、 コスパ重視のママさんが、うん、なんか究極のコットって書いてたから究極のコットどう究極なんかをちょっと検証していきたいと思ったんやけど、実際に使ってね。そう、どんなもんか、そう、辛口のママさんが検証したいと思います。はい、早速開けていって。いっぱい入ってんだ。すごい、なんかあの買ってくれてありがとうメッセージが長々と。素晴らしい。まあ多分大体何のあの今持ってることと同じような作りやと思われる。はいはいはい、なんか合う、あ、ね、ワンセットずつ入れてくれてんねんな。入ってるけど、でもこれこの袋には戻されへんな戻されへんな。でも似てる、やっぱり今持ってるやつと似てる。大体一緒なんやな。一緒やと思うな。中身はこんな感じです。そうするとね、これシートね、パシナードって書いてる。はいはいはい、なんかアルマジロかな。はいはいはい、なんか強そうやな、硬そうやな、うん、じゃあやっていこうか。いきましょう。すごい、なんか重みがある。あ、重みがある。重い気がする。なんか軽い素材じゃないってことね。おー、なんか若干重い気がする。はい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 、がね、こっちからって決まってる。あ、売り口が決まってんねや。うん、こっちからってわけでもないんね。あっちはもう完全に閉じてしまっている。はい、棒が通せたね。よし、こうね。どうすか、組み立ててる感じ。うん、やっぱりなんかあれやな、安いなりの安っぽさある。でも言うてほんまに似てるで。値段はさ、今使ってるやつの2分の1ぐらいやけど、はい、よいしょ。結構ピン張りというかピシッと張ってる感じはするね。もしかしたら、もしかするんじゃない。お値段以上ってことですか。お値段以上のもんがあるんじゃないですか。響くな、なんか当たったらコーンって。
太鼓の達人みたいになってない。あ、いい音すんな。そうやろ。それだけ晴れてるってことか。多分。あ、ちょっとでも今使ってるやつよりさ、うん、ちょっとだけワイドじゃない。あ、ワイド？大きい。なんか幅広いねんけど。幅広い。多分。いいじゃない。ワイドはいいな。ワイドはいいよ。はい。できました。はい。慣れたもんですわ。見た目はあれやな。じゃあちょっと今使ってるやつと並べてみる？並べてみよう。はい。はい。並べてみたけど、なんかちょっと広い気がするな。いやでもあんま変われへんな、でかさ的には。はいはいはい。でもちょっと重かったな、運ぶとき。あ、重い。うん、重い。重みはある。うんうん。若干の重みはあります。はいはいはい。なんか寝てみな、分からへんな。ちょっといつも使ってるのはベントラックスのことっすよね。そうそうそう、ベントラックス、うん、一択やつやけど、まあまあまあ直で寝ることないからとりあえずこれを。あ、いつものいつものエスカルゴ、はい、これね、マット引いてみて。じゃあいつものね、ベントラックスから。忘れたかんね、感覚を。はい。もう安心感あるな、やっぱり。寝返りも打てる。はい、じゃあ次はおニューのコットに寝転がってみるわ。よし。ん、おお、おっと、これは、いや、これはちょっとええかもしれんぞ。ほんまか。これはええかもしらんで。ほんまか。うん、全然あのなんかあの安物っぽい、うん、あのギシギシ感がない。はい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 、うん、ちゃんとピーンと張ってるから全然寝やすい。寝やすいんや、うん、あのベントラックスとあんま、ほんまに変われへん。はい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 。びっくりするぐらい。あ、変わらん。変わらへん。あ、究極ではない。まあ、究極が何をされてるかよく分からへんねんけど。それはもう寝転んだ瞬間にもういや、でもこれいいんちゃう、もしかしたら。いいっすか。うん、じゃあちょっと俺も寝転んでみよう。あ、寝転がってみて。俺ほとんどこれで寝てるから。うんうん、違いってのは悪いけど、はっきり分かるね。それは、ほんまに。でも、もう忖度ないか。あ、おう。あ、おう。はい。まあまあ、いつもの。いつものやろ。いつものやつですわ。うん、はい。いつものね。うん、いつものやつね。そして、はい、究極のコット。究極のコット。普通やん。な？これマジで7000。そう。ああ、そう。あ、これでも好き嫌いがちょっと分かれそうやな。ああ、なんかベンちゃんはちょっと沈み込むねんな。ああ、そう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 。これはもう何、しっかりピーンとなってる。ピーンとなってる。ああ、そっか。へえ、舐めてたな、7000円なあ。ちょっと7000円舐めてたかもしれない。せやねん。いいやん。ちょっとなぁ。いいんじゃないですか、これ。もっと言いたかってんけど。お前7000やなぁと。お前こんなもん7000やと。言われへんな。これ並べても落ちひんぞ。ほんまや。並べてもずれへんし、落ちひん。めっちゃいいやん。今日は誰がここで寝る？横並びで誰が寝る？
どうする？どうする？あれ。ここでもいいよ。おーいいや。お、コロコロできるやん。これ寝相悪くても大丈夫やん。三つ並べたらさ、やばいな。それで。おー、いいやん。いいやん。3人で楽しそう。3人寝れるで。あー、弱。頑張ったら3人で寝れる。頑張らなきゃけど。絶対落ちるな、でも。うん、いいやん。誰かが落ちる。はい、ということで、実際ね、安かったけど、そんなに変わらない。これが例えば、比較が、言ったらさ、ヘリノックスとか、なんか小川さんの4万円ぐらいするやつとかやったらまたなんか違ったりするんかなっていうのは、まあ、使ってないから分からへんけど。そうやね。だからもうなんていうのかな、コットンにそこまで求めない人で、もう1台欲しいなって思う人は多分十分かと思う。例えばな、子供の分用意するとかやったら、そうこれぐらいの値段で十分やんな。だから私の楽天ルームから飛んでくれたらめっちゃ嬉しいです。パイティアオドットママからぜひ楽天ルーム飛んでもろて。それかい。そこかい。ここのコットおすすめしてるので。なんていう名前やった？パシナズ。パシナズ、パシナズのホールディングコット、ぜひ一度買ってみてはいかがでしょうか。いいと思います。これは買ってよかった。お値段以上のコットです。はい、今回の動画はただただコットを勧めるという。それでは皆さん、また会いましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイテオチャンネルママでした。バイバーイ。